東京ヤクルトスワローズさん、なんとかして今年のペナントレース、辞退できんか？球団ごと休養しろ、不先輩でいいわ、やるだけ無駄だから。もう何しても今年は無理だわ、首脳陣退任して来年仕切り直せ。クソ弱いな、2017年を思い出すわ。中日で精神安定やで。こんだけ負けてるのに、中日もピタッとついてきてるのくさ、今日仲良し持久走やん。交流戦終わったらバンドやし、再開落ちるやろ。今年はどう組んでも、誰を出してもうまくいかない年だ、諦めろ。打順いじりまくるってるけど、チームとしてどうやって点取るかとか、そういうビジョンないやろこのチーム、つうか毎日日替わりの方がやりづらく。高津の采配なんて勝ってても、文句言われてたし、そりゃ負けまくったら、叩かれるのはしゃあないわ。打たないし打たれるし、たまに打つと、それ以上に打たれるし、何なんやこのチーム。上は大火事、下は洪水、これなあんだ。ヤクルトの1軍と2軍。ええんかこれ。